いとこにいとこには、あずきなどを煮た煮物料理で、各地に伝わる、郷土料理の一つ。山形県庄内地方のもの、北陸地方のもの、奈良県のもの、および山口県萩市周辺に伝わるものが知られている。材料を煮えにくいものからおいおい入れていくことから、おいおいお、おいおいすなわちいとこにかけたものが、語源の一つとされている。あずきのみを柔らかくなるまで煮た後、 一晩水に浸しておいたもち米を、小豆の上部に加え、ひたひたの水加減で一緒に、約30分間に手からしばらく冷まし、砂糖と少量の塩を入れて混ぜ合わせ、再度弱火で水分を飛ばして仕上げた料理。鍋で煮る代わりに、炊飯器を用いて炊く調理法もある。秋から冬にかけての農家のもてなし料理とされており、独特の食感を持つ。根菜類とこんにゃく油揚げなどを煮たものに、 あらかじめ下茹でした小豆を加えて、味噌や醤油などで味付けしたもの。温かいものを食す。浄土新州の海祖で、北陸に縁のある新乱の命日である11月27日の全7日間に、法温校が営まれるが、その際の料理として、必ず供されるという、精進料理の一つと言える。小豆とかぼちゃを炊いて、醤油で味をつけたもの。 宇田郡三重村では煮たものをすりつぶし、甘みをつけて、いとこ練りにする。当時に食べると風邪をひかない、中部にならないなどのご利益があると言われ、神棚と仏壇に備えてから食べる。萩のいとこには、蒸気とはかなり趣きの異なる料理で、茹でこぼした小豆を、少量の砂糖と醤油を加えた、昆布、椎茸の出汁で一煮立ちさせ、味を整えたもの。 煮上がったものを冷まし、かまぼこ、白玉団子、だしを取った椎茸を加えて食す。主に観光総菜の際の料理として供される。一見すると、かまぼこや椎茸の入ったぜんざいのような感じであるが、甘みは少なく、デザートではなくあくまでも、懐石料理の一品である。ありがとうございます。